弓取り式弓取り式は、大相撲の本場所で、結びの一番の勝者に代わり作法を心得た力士が、土俵上で弓を受け、勝者の舞を演ずることである。全取り組み終了後、打ち出し前に行われる。平安時代に行われた、相撲設置へで、左近 F と右近 F に分かれ相撲を取り、勝った方の立ち合い役が矢を背負って、勝者の舞を演じたことが、 始まりと言われている。今日の原型は1791年7月11日に、横綱である二代、谷風和之助が、徳川家なりの上乱相撲で、土俵上で弓を受け、うやまいささぐげて四方に振り回した時に出来上がったと、されている。本来は三役揃い踏みに、大関として登場した二人のうちの勝者が、 行っていたが、後に千秋楽に幕内の取り組みがなくなったことから幕下力士が行うようになった。なお、明治以降に幕内力士が弓取りを行った記録も数例存在する。もともとは千秋楽にのみ行われ、この場所最後の勝者を称えてのものだった。そのため、千秋楽結びの一番が引き分けや痛み分けの場合は中止された。 1952年5月場所からは、毎日行われるようになった。先秋落で、幕内の優勝決定戦が行われるときは、決定戦を行う前に、弓取り式を行う。弓取りを行う力士は交渉面に控えとして座り、結びの一番で、東が勝てば、東から、西が勝てば、西から土俵に上がり弓を振り、四考を踏む。 なお控え席には何も敷いておらず、基本的に地べたに座る。弓取りを行う力士は原則として、幕下以下の力士であるが特別に大位長を言い、化粧回しを締めて土俵に上がる。基本的に横綱がいる部屋または一門の力士によって行われ、横綱不在の場合は、大関のいる部屋または一門から選出される。NHK の大相撲中継では、 結びの一番の後は、リプレイや、力士インタビューなどが優先され、放送時間に余裕がある場合を除いて、映像が放送されることは少ない。また、取り組み終了が、放送終了直前になった時や、放送時間が延長された場合は、弓取り式の放送がほぼ完全にカットされる。弓取式を行った力士は関取になれないという、ジンクスが、相撲界にあったが、 1990年5月場所まで弓取りを務めていた九十部屋の友江富士が同年7月場所で十両に最終的には小結びまで昇進したことによりこのジンクスは影を潜めた2007年3月場所まで弓取りを務めていた高砂部屋のスメラキバは2006年5月場所から十両に昇進した十両力士が 本場所の弓取り式を務めることになったのは、1975年、3月場所の板倉以来日に31年ぶりだった。一方で、元十両の周の花は、関取から陥落した後に弓取りを務めた。力士が弓を落とした場合は、足で拾う式たりである。これは、手を土俵につくと負けとなり、縁起が悪いことからである。拾い方は、足の甲に弓を乗せ、 足で弓を上に跳ね上げたところを掴み取る。弓を土俵の外に飛ばした場合は、呼び出しが拾って手渡すことになっている。2010年3月場所の中日、高砂部屋の男女の里が弓を落としてしまい、作法通りに足で拾い上げることもできず、手を使ってしまうハプニングがあった。弓取り式後、男女の里は2回挑戦したが、 うまくいかなかったので手を使ってしまったとコメントしている。安国神社法の大相撲、里の富士の弓取式本場所において、毎日実施するようになった1952年5月場所以降、ありがとうございます。